頑張っていきまっしょいどうも、大分の高っち親方です。今回は、アイドル、ハロープロジェクトの話題、モーニング娘。の秋ツアー、北九州公園、行ってまいりました。あのですね、私、実は、ま、2022年、モーニング娘。見たのがですね、2月に一度、ハロコンで見ました。で、そっから今、11月なんですが、9ヶ月間、見れてませんでした。 えー、春ツアーがですね、ちょっとコロナの関係で中止になり、夏は落選とですね、ようやく久々、娘を見ることができました。おまけにこの13人体制としては、最初で最後ですね、香川楓ちゃんの卒業も控えてますし、桜井里夫ちゃんの加入も楽しみにしておりました、えー。今回はその秋ツアー、北九州公園のレポを簡単にご紹介いたします。 えー、ほんと貴重な13人のメンバー。そして、このモーニング娘。25周年の節目のですね、もうメンバーも気合が入っているツアーですございます。一人でも多くの方、ご興味持っていただければ幸いです。なお、えー、ツアー開催中ですので、セットリストは本当に最後の最後に載せます。あのー、ですね、気になる方のみ、えー、ご覧ください。それでは参りましょう。新人2だビート。 最初に今回の2022年の秋ツアーですね、概要をご紹介いたします。えー、モーニング娘。は、新銀ツーダピートというですね、新曲をもあしらったタイトルでツアーを行っております。えー、9月の24日から11月27日、愛媛県西条市の地方ツアーがあって、一応ですね、最後、12月10日ですね、えー、ツアースペシャル。 か学会で卒業公演も控えております。えー、これもともとはですね、あの、ハロープロジェクト全体のツアーですね、オータムシティサーキットというのを銘打っております。まあ、夏に引き続いて、もう春もそうですけれども、えー、秋もこの各グループの、まあ、実質単独公演が行われております。えー、以前ラジオでですね、えー、石田あゆみちゃんも、あのー、まあ、 モーニング娘。のその単独ツアーはしているけれども、えー、大元はね、ハロープロジェクトのその25周年のですね、えー、それを背負ったツアーということで、もう気合が入っているということですね。えー、なおこれ、モーニング女学院というラジオ番組で、えー、このコメント引き出したのはなんと、私、高橋親方です。<laughs> えー、そのレポもね、あの、盲助のレポも載せてますが、本当にこの秋ツアー、メンバーもね、その25年というところもあり、 セットリストもかなり楽しみということで、えー、ですね、もう見たし、セトリ見た瞬間みんな興奮したというぐらい。 ですね。本当におすすめの公演でございます。セットリストはですね。で、まだ紹介しませんので。えー、まずはですね、ツアーの概要を説明をいたしました。そのうち私は11月5日開催の福岡北九州公演に参加いたしました。北九州公演の感想は、ま、5つですね。えー、1つ目がですね、まあ、私一番これ実は楽しみしていたのが、桜井りおちゃん。 ライリーがね、ついに生で見ることができました。えー、ですね、今年の夏に16期として加入された。 桜井リオちゃん、あのメンバーカラーミルクティーですね。可愛い、ね、そしてこう、高貴ない感じもある。えー、そのイメージカラーに合ったですね、落ち着いた子なんですよ。まあ、ライリーとね、あのメンバーカラーも呼ばれておりますが、えー、夏の私あのー、その福岡公演申し込んだんですが、残念ながら娘は落選しまして、えー、今回ようやくライリー見ることができました。もうあのパフォーマンスに加わってまして、本当にもういい意味で、 完成されてる感があるなと。もう、顔もこう、大人びたというか、濃い顔立ちというか、落ち着いたこう、ニコッとした笑顔もいいですし、あの、声もこう、美しい声、落ち着いた、ああ、そうですよねってこう、少し低めの声というところが、 なんかいい感じしますよね。まあ、歌い方はですね、まあこれからということで、やや緊張感もあったのは否めませんでしたが、えー、ポテンシャルはもうかなり高いですし、<laughs> ご性格も良さそうで,で、意外と明るい、えー、キャラクターということですので、これからですね、そのパフォーマンス、そして MC でも注目をしております。えー、続いて、えー、イクタエリナちゃん、エリポンですね、福岡ご出身ですが、北九州外戦です。 えー、ま二、あ、日前に実は福岡サンパレスであってですね、その二日後に今度は北九州ソレイユホールということで、えー、もう福岡県で連チャンでね、エリポンやっておりますが、最初オープニングですね、エリポンが <laughs>、ね、最初煽るんですよ。北九州エリポンについておいでみたいな感じで、えー、ちょっと音が割れたと思いますが、北九州エリポンについておいでなちっちゃい風にね、丁寧に呼んでみましたが、 えー、やっぱりですね、エリポン可愛い,いの、ハッシュタグ似合う通り、あの、美しいですよね。今回はあの、黒い髪で、こう、少しね、髪長くしてますので、こう、落ち着いた感じもありますし、こう、ね、やっぱ元気もいいんですけど、こう、真面目な、こう、清楚系な感じも少し見えられてですね、えー、やっぱ、地元。 ですね、エリポンの子まあ結構私外線も何回かハロコン2ねでも行くんですが、えー、エリポンも気合い入ってますしあの何、ー、ていうかこうライトグリーンですよね黄緑色の服とかペンライトの子も多かったですよえー、ファンあこれファンの話ですけれどもねそれほどやっぱこの福岡というのは一つエリポンにとっては貴重なですね大切に咲いている公園ということでしょう 三、えー、つ目ですね。えー、まあ、このメンバーもですね、私は今回注目しております。か賀カいデちゃんです。カいでぃ。実はですね、えー、この12月10日の卒業公演をもちまして、モーニング娘と、そしてハロープロジェクトをご卒業されます。 ま、正直に実際のところ、えー、この北九州公演が私にとってはもう、その最後のですね、えー、カイリーを生でですね、現場で見るという機会となりました。えー、まあ、前回のその春の時ですね、北九州公演では、えー、まあ、あの、ジュースジュースの稲葉真中ちゃんもね、あの、見ま、見届けましたし、本当は森とちさきちゃんね、ちいちゃんも、えー、現場ラストの予定だったんですが、残念ながらコロナで中止となりまして、 まあなんか、まあそういうことありつつも、なんか私にとってはその北九州、まあいわゆる九州の現場で、こう、その卒業されるメンバーを見るというのを、こう北九州公演で見送ってるなという印象です。いやー、帰りいいですね。まあ髪を2日前切られてっていう発表、ね、発表しておりましたが、かっこいいですし、やっぱ美しい。あの、パンツスタイルも似合ってますし、あの、背が高くて。 やっところどころ結構決めどころもあってですねほんと目が綺麗であの帰りの美しさね出ますまあねまだモーニング娘。としてあと1ヶ月ちょっとですね活動されますが モーニング娘。かが楓でとして、最後まで頑張ってほしいです。で、その後の人生というかですね、こう、ダンスの関係もされるということですが、もうそれもね、応援いたします。まあ一つ、まあ寂しくありますが、カイリーをですね、まあ最高列の方だったんですけどもね、なんとかこう、現場で見送ることができたのは、この北九州公園、ね、もしくはこの秋ツアーの、まあ良いところでした。 えー、続いてですね、こう中堅世代、えー、個人的にね、一押しのチェルと、あと11期の小田桜ちゃん、小田ちゃんね、この紫色の中堅コンビがかなり今回頑張ってました。あのー、今回の北九州公演の MVP を挙げるとすれば、まあ小田ちゃんがチェルかなとね、感じました。もう、あのー、パフォーマンスが抜群ですね。チェルも小田ちゃんも 歌も歌え、まず歌がうまい歌面なんですよ。加えてダンスもね、こう、結構バッキバッキですし、体も引き締めてましたからね、こう、パフォーマーとしては、こう、かなり良いね、出来になってましたので、えー、まあ、ね、それぞれ推し面もありますし、まあ、ね、私はもともとチェールが、ね、一押しというね、甘いところもあるかもしれませんが、えー、ね、今回かっこよくですね、結構、えー、全体を通じて感じましたので、各メンバーのパフォーマンス、 ぜひこの現場でね、あの、感じてください。きっといる。あなただけの推しっていうね、甲子園のスローガンのパクリですが、そして最後ですね、まあセットリストは、えー、え具体的には今申し上げませんが、えー、全体を通して、この、まあ20年、ね、5周年、ね、25年目を迎えたモーニング娘。の、まあ各時期のこのメジャーな曲、こう、格となる曲が出ており、これ非常にいい悟りです。あの、ネット見る限りも、 もう最高のね、セトり、特にメドレーがあるんですが、もうメドレーはもう史上最高じゃないかと言われているぐらい、あの、良い選曲ですし、パフォーマンスもうまいんですよ。えーね、まあこれ意味がわかるとですね、セトリ見て、ああ、こういうことかってね、思われますが、 本当は、まあ、25年の歴史、往年の名曲から最近のですね、あの、盛り上がる曲まで、ふんだんに使われたたっぷり1時間半なんですけれどもね、もう充実感ある、えー、セットリストとなっておりますので、今後参加される方はですね、ぜひぜひ、この各年代を、のね、思い、25年の思いを、現在のこの2022年のね、13名が担ってるんだよということを感じてください。 以上がですね、えー、北九州公園の簡単ではございますが、感想でございます。まとめです。まあ、大きくは分けると二つ。一つが、この13名体制、最初で最後のツアー、これが尊いということ。そして二つ目が、このモーニング娘。そして、ハロープロジェクトの25年の歴史に感謝です。えー、まず13人体制ということで、 えー、まあ、カイリーをね、なんとか見送るね、一つ、まあ、九州現場で見送ることもできましたし、えー、桜井リオちゃんのね、パフォーマンスにね、こう、圧巻されました。ほんと、まずですね、カイリーのこの、卒業に向けた、まあ、こう、武道館もそうですし、 秋ツアー、ね、地方ツアーもまずね、無事に成功しますように、何事もなくですね、全国各地のファンの元に届くことを願っております。そしてね、桜井リオちゃん、本当にね、あの、うっとりするメンバーですし、ほんとこれから楽しみなメンバーですから、ぜひこの、ライリーのですね、成長にも期待、そして応援をぜひ一緒にしていきましょう。 そして25周年の歴史。本当にま私も、ちょうどですね、25年前、まあ小学校5、6年生で、まあまさにモーニング娘。のこのできた頃、ね、創世期からもう、私知ってますから、まあ途中15年離れてましたけれども、それでも戻ってきて、やっぱこうね、あの時の曲もいいですし、今のね、このハロプロとかモーニング娘。の曲もね、こう楽しくかっこいい系になってますよね。いろんな本当レパートリー、 ですね、曲自体も出そうですし、そこにも感謝ですし、こうやって、ね、当時、デビュー当時生まれていなかった子ばかりですけどもね、えー、彼女たちがこのハロープロジェクトの助けをつないでくださっていることに本当に感謝です。まあそう思うとですね、やっぱ人公演公演というのが大切になりますしね、私たちファンも応援したくなります。えー、ぜひですね、またツアー参加される方、えー、現場で楽しんでほしいですし、 まあ、残念ながらちょっとツアー参加できないよという方も、ね、今度12月にですね、20日ですかね、新曲出ますので、それをね、こう聞くとか、まあそれ以外の活動でですね、いろいろ応援していただければ幸いです。えー、本当にこう、久々の私、モーニング娘。のね、こう、パフォーマンスとも、メンバー自体も、久々にこう、生で見たんですが、やっぱこうね、元気で笑顔で、ね、私たちファンも心躍る、元気をいただく公演でした。 ぜひですね、これからのツアーも成功を祈っております。そしてですね、参加されるファンの皆様、お楽の皆様、一緒に盛り上がっていきましょう。えー、今回は2022年のモーニング娘。22秋ツアー、新銀2ダビート、北九州公演の感想をご紹介いたしました。今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。 よろしければ、いいねボタン、そして、チャンネル登録もぜひ、お願いいたします。実は今回のね、北九州公演、えー、2日で日本公演見ます。この後ジュースね、ね、今始まる直前撮ってますし、ね、この翌日はですね、椿ファクトリーアンジュルムもですね、登場、ね、その、舞台私行きますよ。 ね二日で四つレポする男でございますが、えー、現場の内容を、まあ皆様にご紹介し、一人でも多くの方、ハロープロジェクトにご興味持っていただきたい、そんな思いで、ね、あえてレポをしておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。私への応援はまあそうですけれども、まあハロープロジェクトの皆さんですよね。25周年の、この節目の年に頑張っていらっしゃる皆さん、そして先輩方、ね、王子の皆様に拍手、そしてリスペクト、応援をして参りましょう。 引き続きチャンネル登録でハロプロの話題盛り上がっていきましょうそれではまた今日も推しのために働く